岡山県庁は地方公共団体である岡山県の行政機関である。庁舎は岡山市北区内山下2丁目4-6に所在し、本庁舎、新館、西庁舎、議事堂がある。現在の岡山県知事は伊原木隆太である。岡山県の総職員数は22,946人。2018年8月29日現在各。 県民局の管轄図。水色が備前県民局、黄緑色が備中県民局、桃色が三正坂県民局の管轄区域。黒色点線が備前、備中、三正坂国境。岡山県庁の下部組織として県民局が設置されている。県民局下には広域行政権ごとに地域事務所が設置されている。これら県民局、地域事務所は、 2005年4月に地方振興局を再編して設置された。以前の地方振興局は県内の各地域に存在した事務所のうち、県税事務所、福祉事務所、労政事務所、農林事務所、農業改良普及所、土木事務所などの地域の機関的な出先機関を整備、統合し、県内を生活圏や、 歴史的側面を基準に9つのエリアごとに分けて1974年7月に設置されたものである。しかし平成の大合併などの効率化を理由に、旧両政国を大まかな基準にして、複数の地方振興局を統合し、3つの県民局へ再編した。なお再編に伴う財政支出を抑えるため、庁舎はすべて旧地方振興局庁舎を利用している。 地方振興局から県民局への再編は2段階に分けて行われた。2005年4月に岡山、倉敷、津山の各地方振興局が県民局本庁として残りの地方振興局はそれぞれの支局として発足した。そして市町村への権限、事務移上などを進めながら支局の機能を縮小し保健所の再編も同時に行った上で2009年4月に 支局を地域事務所と解消した。岡山県備前県民局、岡山県備前県民局は、岡山市北区に本庁を置き、五市二町を所管区域とする岡山県庁の出先機関である。2005年4月に、岡山、東美の各地方振興局を統合して発足し、その下に、東美支局を設置した。2009年4月に支局を地域事務所に改称し、 同時に、岡山、東美の各保健所を統合して、備前保健所に再編した。館内の面積は1899.69平方キロメートル、総人口は92万1181人、総世帯数は36万346世帯で、ある。岡山県備中県民局岡山県備中県民局は、倉敷市日本庁置き7市3町を、 所管区域とする岡山県庁の出先機関である。2005年4月に倉敷、高橋、阿信、伊笠の各地方振興局を統合して発足し、その下に高橋、新見、伊笠の各支局を設置した。2009年4月に支局を地域事務所に改称し、同時に倉敷、伊笠の各保健所を統合して、備中保健所に高橋、新見の 各保健所を統合して、美北保健所に再編した。館内の面積は2463.31、平方キロメートル、総人口は78万2965人、総世帯数は29万2892世帯で、ある。岡山県美雅坂県民局岡山県美雅坂県民局は、津山市に本庁を置き、三市五町に村を、 所管区域とする岡山県庁の出先機関である。2005年4月に津山、間には勝秀の各地方振興局を統合して発足し、その下に間には勝秀の各市局を設置した。2009年4月に市局を地域事務所に解消し、同時に津山、勝秀の各保健所を統合して、美浅坂保健所に再編した。 管内の面積は2743.08平方キロメートル、総人口は24万281人、総世帯数は8万6436世帯である。ありがとうございます。